みんながチャンネル登録してくれるように儀式をしています。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは。あのね、アップで来ましたよね。はい、でアップで来た後さ、広場にいる人こうやって海外の名前になっちゃうの。外国のさ名前になっちゃうんですよ。さっき戦った人たちはここに出るんですけど、なんか今までさ、この名前いろんな人いて、いろんな投稿とかあったんだけど、ダニエルとか海外の人の名前になってるのね。で、これがさ、面白いのがさ、称号みたいなのあるじゃん、二つな。見てみると、この子だったら、腹ペコのツインテって、ツインテール、確かにツインテールなんですよ。で、これ、任天堂狙ってつけてんのかなって思うと、ちょっと面白くて、いろんなの見ていこうかなと思います。で、この子が、配信中の息子。配信者みたいな、見た目してるらしい。かっこいい。かっこいい。で、三つまで見たの、さっき。もう一人ね、これ。これ皆さん何だと思いますか？このクレラみたいな名前の人。この人ね、海のチャンピオン。確かにでしょ？海のチャンピオンっぽくない？ヘレンはこれなんだろうな、坊主とか？なんだか。ゴンズイ地区のカニタンクつけ、全然違う。カニタンク持ってる！カニタンク持ってる！で、これ、ジャマル。狂気なガチホコマスター。あ、ガチホコが好きなんだ。でも、確かにパンクな服着てるから狂気って意味なんだ。あ、強気か！強気なんだね。そうか、強気なのか。ニコちゃん。明日が楽しみなアーティスト。パブロ持ってる！エリサ。シンプルなホッコリー好き。ホッコリーめっちゃ着てます。かっこ、これ女の子やん。この人は。あ、まさか女の子だ。なぎさのスロースターター。なぎさっぽい！海にいそう！砂浜にいるよ。ビクトル。瞬発力のあるアルバイター。ウバイツみたいな着てる。ほんとだ。アルバイター。ビチャ。ビチャ。ヒーローになりたい縄張りバトル好き。君はヒーローになれない。こんなモブっぽいヒーローはいない。マッチャス。クールなパパ。かっこいい。かっこいいパパさん。僕はここを何周も走らされる呪いにかかっています。この呪いを解くためにみんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録をすることによって僕は救われると信じています。ぜひ助けてください。助けて。